後ほどそのあたりどういった配置になっているかどういった選手改めて振り返っていきたいとは思っていますが、はい、内が追い越してきた熊本のクロスここは防がれます。まだ山形中に入れて高井の右足、まだある。杉山ここは体を入れます。山原ここは南、南が中を見た高井通してきた高井このボール折り返しに、いや高橋也フラッグが上がってますね。ここフラッグ杉山のシュートでしたが高橋純也もいる杉山もいる。南を使った高江スルーして木田のシュート右足打ってきた木田龍馬2つ相手なのであえて突っ込まずにここは横に外すだけっていうところで人数も多かったのでもしかしたら権田選手にとってもブラインドになったかもしれないですね。ボールの出所が少し見えて遅れたので、はい、遅れて見えたので内側来たブラガーワンツー松崎切り返していった仕掛けていったフェイント右足打ってきた軍司もう一度そして右サイド流れてきたブラガー内側に進路を取ります。裏へのボール松崎収めたそのまま打ってきた後藤正樹よく見てましたけどね、はい、松崎選手もいい判断だし、うん、後藤選手も千葉カンタ突破したマイナスのボール松崎左足打ってきたこぼれ球吉田豊打ったゴールの上です。国部スルーした杉山ふわっというボール折り返し熊本まだあるここは防いだ清水シュートラッシュ。でもこれ権田選手だから止めたんじゃないですかね。1個目うー2個目加藤千尋クロス入れてくるこのボール高橋純也クロスですけども、はいまあ、その前のところでやっぱりこの時間でもボランチがしっかりとボールの近くに2人ともいるということ出口だったりそのパスのテンポをちゃんとボランチが作り出しているということで、はい、ここまでつながったんだと思う。だからこそフォワードの選手たちがしっかりと中で構えてられるし高いボールだファーサイド住吉、うんここで試合終了。山形ついに掴んだ今シーズンホーム初勝利リーグ戦5試合ぶりの勝ち点3を掴みました。